はい、それでは中学受験賞の第2回目でございます。よろしくお願いします。皆さんテキストを読んでこられたでしょうか。はい、今日は皆さんが授業していただきます。はい、まあどこを全部ってわけじゃなくて、ほんのちょっとね、まあ、たまたまどこが当たるかわかんないですけど、基本的に小学校と中学校でやったような話ではあるの中身。まあ僕は書き方ちょっと変えますけど、そんなややこしいことを無理にやるという話じゃなくて、まあ自分だからこういうふうに表現します、こう伝えます、でこういうふうに関わったら変わるんじゃないかと思いますというのをですね、まあやろうという話です。でまあそれは何時かというと、まあ今日結局レポートがあるんですけど、まあ、お題ですね、課題みたいなのがあって、お題があるんですけど、で3枚の資料になりまして、あって、ほんで、ここになんかそのテキスト本来の点数みたいなのがあって、テキスト本来なんですけど、何が良くなるのかというところまで
そこまで広げたら、あ、結局そのセットの考えなのかなみたいなところまで、広げてかけたりするんですね。割と共感を呼ぶのかもしれないですね。で、前回僕、誰のために、何のために、なぜ、とりあえずきっかけとしてですよ。下の話もなったんですけど、書いてもらったんですけど、僕なりに、見ててですね、結構こう、俺は、なかなか、なんていうんですかね、響くものは、俺はですね、あったなっていう人に、ちょっと、グランプリをあげようかなと思ってはい、そうですね、まずですね、15人ですよ。
ぐらいある、ね、でこっちはもっとマニアックなタイトルなんでなんだそれって話ですけど、これはね、あの僕にとってめちゃめちゃ大事な本なんです。僕が一番最初に書いた本で、バイオ先生の正体、まあ、僕がバイオ先生の研究してるからこれ書いたんですけど、事実上ですね、バイオ先生の研究をしているモテさんの正体みたいな感じなんですけど、お前の話だよみたいな話なんですよ、バイオ先生の話。別に僕が20年前に、まあ、君らと同じ年齢の時に、まあ、ほぼ気象に興味あるんですよ。ほぼ、だから君らと同じ土台で、ほぼ気象に興味がないところから、なんでここまで来ちゃうのかって、そのプロセスの途中に、まあ、バイオ伝染という研究テーマがたまたまあったという話なんですけど、まあ、だからこの半分ぐらいはですね、バイオ伝染の感じじゃなくて、俺のこう恥ずかしい思いが分かってるという、誰得なんだろう。だからね、あのね、この本すごい苦労して書いたんですけど、あの最後2ヶ月くらいで猛烈に書けた。でそれは何でかって言ったら、その4年前書いたんですけど、4年前に学芸大の1年生だった人に、まあ、授業してる時に、あ、こいつらに伝わるのはまあいいかなと思ったんです。それで書いた本っていうか、まあ、それで書いた言葉がこれだったって感じなんですけど、だからその満島さんがね、投稿でね、割と素直に書いてきましたけど、ああいう素直な感じの言葉が結局伝わるんだなみたいなところで書けたものっていうことですね。まあこれはね、あの準グランプリですけども、はい、一番おめでとうございます。大学生になるかもしれませんけど、見つけたらちょっと引っ張り出して前に置いておいてください。買わなくてもいいですね。まあ立ち読みして。まあ、学芸大の初めにのところに学芸大の学生の話がそのまま載ってますけど、まあ、まあ、じゃあ買ってやろうかなと思った人は買ってやる。はい、で、ですね、まあ、そもそもじゃあ先週ね、誰のためにとか、何のためになぜお前は、推論を養ってやる。
来てるんですけど、結局具体的に何があるかはよく分かんないレクチャーなんです。で、受けてみたらですね、そのいろんな授業ですよ、まあ普段もいろんな授業ありましたけど、正直ね、僕は超つまんないです。単に授業が楽しくてしょうがないから学校行こうっていう感じにはならなかったですね。で、だからまあ逆にものすごい辛いけど、あの授業だけが記憶に残るとか、なんなんだあいつはみたいなやつがいて、今でも覚えてるみたいな話とか、それもね、ないわけですよ。だから別に楽しいだけじゃなくてもよかったけど、結局20年経っても、あ、俺は勝手になってるなみたいな、まあ良くも悪いことですよ。あいつのことだけは忘れねえわみたいなやつがいなかったですよ。ね、だから俺はもうすごいそので、まあ今いろいろ大学回って見てるても結構変わってるんじゃないかなと思ってですね。だからまあ俺はその5年前から始めて、結構そのね、みんなにアンケートとかで面白かったって言われるための授業をしようかなと思ってた時期もありますけど、そういうことやるとね、余計寝る人が増えるっていうですね。だいたい自分の向上心のためにはろくなことがないんですよ。だけど、まあだから今回みたいにこうやってまあみんなに何なんだこれだみたいなね、思われても好きか、なくてもあっても一緒だなみたいな感じの授業は面白くないんじゃないか。そもそも俺がここまで2時間かけて来る価値ないんじゃないかみたいな感じです。だからまあそれをできるのは これをできるのは俺しかいないんじゃないかみたいなことをやらないと、なんか往復4時間かけてるわけですよね、横浜から誰の得にもない、俺の得にもないし、みんなの得にもまあなんなかったら寂しいな思うから、まあ、なんかそういうことをやろうと、2年前ぐらいね、いろいろなんか、その、まあ、ネジを外していこうと、あえて思ったらそういうことですね。じゃあ、何のためにとかっていうのは、まあ、だから そこは大体今、ね、何のために大体含まれてるんですけど、まあ、誰だったんですか、最初、その、綺麗事を言ってたんですよ。いや、教える相手がいたら、学生のためだと、まあ、もっと言ったら本当はお前本当はね、時給5000円もらって2万円もらうために自分のために来てるんだとしたら、まあそれもでももういらないわけですよ。本職で月給50万もいただいてますし、往復4時間かけてね、往復4時間かけてですよ。まあ2万円別に少なくない金額ですけど、いただけたら、だけど往復4時間かけて生徒が寝てるのに、でしかも将来の何の記憶にも残らない授業をするために来てたとしたらですね、自分のために全然ならないんですよ。で、生徒のためになるんですよ。でもだんだんですね、僕子供が今3人いるんですけど、まあ、将来皆さんがね、先生になって、でその先生が、ね、子供たちが教えてくださるから、まあ、自分の子供学校に通えるわけですけど、まあ、そこまでちょっと広げると、まあ、自分の子じゃなくてもですよ、みんなが教える学校の生徒まで、まあ、ちょっと考えると、まあ、それに貢献するんだったらちょっと、4時間ぐらいかけてもなんか頑張ってみる。で、まあ、だから全員何でもその同じような能力の人を、ね、育てていけばいいんだみたいな学校の授業みたいなのってのはもうだいぶきついじゃないですか。みんな誰でもググればわかるんでしょって話を最初しましたけど、その先生が知識だけみんなに同じものを教えてても、もうちょっと中学校の授業きついよね、みんな思い始めてるんです。先生方もみんなそういうこと言うんで、まあ、じゃあそこになんだろう、俺が今日1時間なんかやったから、そのみんながすごい能力がアップしてね、すごい授業ができるとは全然思ってないですけど、まあ、なんかそのちょっと変えた方がいいんじゃないかな、何かをちょっと半歩でもいいからずらした方がいいんじゃないかなとか思うきっかけのためには、まあ別に結局やるのは気象ですけど、まあ俺みたいにずれたやつが
さらにこうね、ずれたことを やるっていうのをですね、やってみてもいいのかなと思ったっていうのが、大体このね、俺がやり始めたきっかけですね。それで、これからですね、まあ、ちょっと皆さんのテキストを見てほしいんですけど、これからですね、ちょっと皆さんにテーマを言っていきます。大体ですね、3ページ目ぐらいから、何ページかに上がってですね、いくつか今日のレポートに関係するお題を、まあ、僕はこういうふうに説明しますということが書いてあるんですけど、まあ、この中身はですね、ちょっといくつか、まあ、前回で4パーぐらいに分かれて、どう説明するかというお題にしていきたいんです。だから、まあ、その将来、自分が教える中学生とか小学校何年生、まあ、3年生が自分に、まあ、教えたいんだというのから、そこまで具体的に設定してもいいですけど、それをちょっと想定して、その子らに自分だったらこういうふうに言えば、ちょっと食いついてくれんじゃないかとか、少しは聞いてくれんじゃないかとか、まあ、1時間ぐらいの、まあ、授業を皆さん将来やるわけですね。その時にこうしたらどうかなということを試してほしい。ここで完成させてほしい。いきなり無茶ぶりですから、これいきなりそのうまいことやるという話じゃなくて、だって教育実習でも何もないし、わかりますよね。正式には何もないんですよ。だからここでどれだけ失敗したって誰も何も言われないんです。わかります。だからどう失敗してもいいから、俺だったらこれをやる、私だったらこうするをできるだけ楽しむんです。ここでできるだけ。そんでですね、じゃあ、まあ、前回の4番なんでどういうふうに見てましたか。こんな感じなわけだと思いますけど、大体こういうことなんです。でもここちょっと多い、ここまでにしましょうか。これで8問。1、2、で、3、4ね。ほんで、テキストのですね、まず、最初のお題、3ページですね。一般は3ページです。お題わかりますか。低気圧と高気圧とは何ですかというのを、この班でどう説明するかを聞いてください。他の班の、まあ、2、3、4班にはですね、この人たちが説明しないと、まあ、レポートに支障があるという責任です。でも、自分たちはここだけやればいいんです。わかりますよ。で、そのここの班全員が、まあそれだったらわかるね、うん。いきなりパッと聞いても、5分ぐらいの話をパッと聞いても、その説明だったらわかる。そう言えばわかりそうです。いうのを、アイデアを出し合ってください。わかりますよ。ちょっとまあこの辺、テーブル2つぐらいのちょっと後で集まって、ね、待ってきてください。別になんか、特別、そこをレポートにしなくていい。はい、で、2班。2班はですね、4ページですね。4ページは、温帯低気圧っていうのは一体 何なのかっていう話です。結構1班と2班は言葉は聞いたことがある。でも根本的にそもそもそれは何なのという話なんです。だから、知識では多分カバーできないです。知識ではカバーできないけど、そもそも何なんだ、立ち返って考えたら、あ、そういうことか。そこを教えればみんな分かってくれるんじゃないかっていうところを考えてほしいです。はい。で、まあ僕はその、ある程度の
テキストに書いてますけど、そこに全然縛られなくていいんですよ。なんか調べたいことがあったら自由に調べてください。調べてこういう方が使えるんじゃないのとか、こういう例の方が分かりやすいんじゃないか、自由です。っていうのが2番。はい。で3番ですね。3番が5ページですね。5、6、両方いきましょうか。5、6です。5、6、両方ですね。で、これは何なのかっていうと、まあ、前線とか、ちょっと別な言葉が出てきますけど、今まで、ね、その名前を覚えてテストに書くみたいなことはしたと思うんですよ。見れば、あ、まあ、なんかやったかもしれないし、まあ、忘れたなっていうぐらいのもんだと思うんですよ。それはそもそも、なんでその名前なの？はい。で、それが、名前が違うやつがいると何が違うの？起こることは何が違うの？じゃあ、その、プロセスですね。過程ですね。はい。で、ここは、3番は、今日のレポートではですね、かなり肝です。3番がこけると、全員こけることになります。はい。で、4番ですね。4番はですね、実は、本当はね、台風もやりたかったんですけど、4番はですね、中身じゃなくて、ちょっとやり方ですね。9ページ。はい。今日最初に、このね、出来かけの天気図を完成させるというのが、レポートの1番目の課題なんですけど、その、だから、まあ、ルール説明ですね。ルール説明です。大体。で、こういうルールに従って、こういう手順に従ってやっていくと、ここまでできますと。で、ここはちょっと考えてもらいます。というのがですね、9、10がですね、まあ、11ページにちょびっと4行ぐらいにまたがったんですけど、はい、まあ、要するに、やり方です。ルール説明とやり方。はい。その線を何本か今日足さなきゃいけないんだけど、その線をどういうルールに従って引いていって、ちょっと困った時にはこのやり方を使えばクリアできるというのがこの2ページに書かれていて、それをみんなに説明しましょう。はい。で、じゃあ今からですね、ちょっと時間取りますけど、発表の形態はですね、どういうふうにしてもいい。例えば、自分らの班が担当した場所のについて、まあ、だからその説明の仕方、例えば 例としてこう言い方としては3つぐらいあるんだったら3つで全部その上げてもいいし、1つに絞って全員でやってもいいし、あとはですね、まあ、ちょっとその担当してる場所が、特に3番と4番は多少ページが長いですね、話がちょっと長いと思う。